ルサンチマン編。よし、この仕事に決めた。お、仕事が決まるのかい？おー、これすごいんちゃいます？これはいいな。早く、次見せてよ。焦るな、まだまだあるんだから。タウンワーク何やってるんだろう、あの人たち。エッチなサイトでも見てるのかな。エッチなサイト、伊勢、こんなコンビニの横でエッチなサイト見んだろ。2010年代後半のネット規制に伴い、海外にサーバーを置いた過激なサイトも閲覧が困難な状況が続いている。現在の規制回避のハッキング手法の多くが、隠されたものをミントする男たちの熱い思いによって支えられてきたということは言うまでもないだろう。まあね。気にするな、リアルの女ってのはああいう非常な生き物なんだ。だが、あいつらを見返す手段が一つだけある。生々しいな、こいつらのオタク感。つまりは金、財力だ。俺を見ろ、この給食サイトで俺が厳選した月給30万以上の仕事。給食サイト。ルサンチマンが見ているのは、何でもいい、仕事があれば勝ち組だをキャッチフレーズとしているゆるい感じの給食サイト。いいですね。そうだ。どれも職歴問わず、さあどれに応募する。でもブラックな仕事めっちゃ多そう。ホストクラブのホスト、ホストクラブにおいて女性客を接待する男性従業員。給与や待遇は成果主義に基づいているため、極めて厳しい仕事だと言える。客が最初にホストを選ぶ際は、顔写真とプロフィールで判断するため、やはりルックスは重要である。まあそうでしょうね。ボーイとかの仕事ならできるんじゃないの。いじめられそうではあるけど。芸能事務所のマネージャー。宇宙エレベーター建設作業員、いいじゃん。巨大な宇宙エレベーターが建設可能になったのは、2010年代半ばに開発された新世代の建築資材の存在が大きい。カーボンナノチューブを超える高度と軽さを誇る新この新素材は、コストダウンに伴い徐々に一般にも普及していった。後の強化段ボールである。あー、強化段ボール、いい響きですね。なんだろう、高級というだけでどの仕事からも危険な匂いを感じてしまう。わかるよ、その直感は正しいよ。でも働いたことがない僕がちゃんと稼ぐには、どんな仕事でもやるしかない。危険だな、その発想は。危ないと思ったらすぐ辞める覚悟もある程度必要だぞ。よし、決めた。ホストクラブだ、芸能事務所だ、宇宙エレベーターだ。宇宙エレベーターでしょう。宇宙エレベーターの建設作業員だ。僕は地図に残る仕事をする。いいと思います。高いところは平気なんですか？以前東京スカイツリーの第二展望台で失神してませんでしたっけ。宇宙エレベーターはあれよりもっと高いですよ。吹きさらしの中、狭い足場を命綱一本で歩いたりすると思うんですけど。そんなの俺がわかんねえよ。高いところがダメとか。おとなしく僕は芸能事務所に電話をした。芸能事務所なんだ。大変らしいよ、マネージャー。そうです。メンタル強くないと無理だぞ。どないでした？いや、16時半から面接に来いって。もうやん。なんか自信なくなってきた。あと20分。でも落ちたとしても、まあ勝負は時の運って言葉もあるし。まずそのネクタイが良くない。おお。レオマに負けること考えるばかりいるかよ。腹パンからのビンタ。腹パンだけで良くない。アントニオ猪木の名言。猪木が試合前にアナウンサーから、もし負けることがあると、これは勝負の時の運という言葉では済まないことになりますが、と質問され激怒。アナウンサーをビンタした際にこう言った。そうなんだ、伝説だね。それはありがとうございます。ありがとうございます。そうだ、やらなきゃ。じいちゃんのためにやらなきゃ。かっこいいよ、輝いてるよ今。お前応援してるよ。でもあと20分しかないけど大丈夫？キャスター編、取材者の中で喧嘩です。さっきのでかいやつ、お前を狙ってたぞ。はい。なんでお前を狙う？私には狙われる覚えなんて。あいつもついてきてるじゃん。なんか特ダネの匂いがするぜ。ただのさん。お前もういいだろう。車から降りろ。断る。誰がお前に特ダネなんかやるか。降りろったら降りろ。断ると言ったら断る。倉本さん。なんだよ、喧嘩ってこいつらかよ。はいはい、降りますよ。降りればいいんだろ。降りればいいんだよ。なんでついてきてんだよ、そもそも。ふざけんじゃねえぞ。今のはちょっとひどいんじゃ。ひどくねえよ。俺はこの仕事に誇りを持ってる。ネットだかなんだか知らんが、人のスクープかすめ取って偉そうにしてるやつのことなんざ知るか。絵師対 AI 絵師みたいな話。あいつは信用できん。お前があのドクロマークの由来を聞いたとき、明らかに何か隠してる素振りだったしな。うん。
確かにあの時の只野さんは様子が変でした。冷静になってみるといろいろ不審な点が思い出されます。そういえばあの大男、真っ先に倉本さんや私に向かってきて、只野さんには目もくれませんでした。そうだね、テレビ局の人間だって分かってたってことだよな。この事実が意味することは、まさかあの大男は只野さんとグルだった。いや、それはないでしょ。ちょっと待て、それは少し早がてんじゃないか。ああ、いいえ、私たちがドクロを追っていると知って只野さんがあの大男を呼んだんです。ああ、まあそういう考え方もできなくはないか。繋がっています。ドクロマークの件で口ごもったのが何よりの証拠です。行きましょう倉本さん。行くってどこへ？決まってます、只野さんのマンションです。彼のことを調べるんです。え、本当に？裏も取らずにそんなことできるわけないだろう。いや、でもアポも取ってないじゃん、いつも。それに今の私たちには他に手がかりはありません。分かった。いいんだ、分かってくれるんだ。おい伏見、勝手に入るな。只野さんが戻るまでまだ少しかかるはずです。行動力待ってんな。その間にドクロとの関係を示す決定的証拠を。おい、お前ら何やってんだよ。ええ、もう帰ってきちゃった。倉本じゃない。ああ、どうしてここに？野中さん、どうしてこいつと？俺のオフィスを荒らされたんだ。警察に届け出るのが当然だろう。それはそうだな、確かに。住居不法侵入の現行犯だ、捕まえてよ。テレビがどうとか偉そうなこと言って、やってることは泥棒と変わんないじゃん。テレビ終わってるな。ほんと、オワコンだな。黙って聞いてりゃ好き勝手言いやがって。これなんか行動変えないとダメっぽいな。騙さないでください、こいつテロリストの仲間です。何？この泥棒。うるせえテロリスト、ドクロとグルだってのは分かってんだ。なんだと泥棒。分かった分かった、とにかく詳しい話は署で聞くから。ってなるわな。それじゃあ私たち5時に局へ戻れなくなります。あんたキャスターの伏見ひなさん。はい、そうですもん。あんたにことづてが。いや、いいんだ、俺もどうかしてる。いくらなんでも沢木さんが。なんだなんだなんだ。テロリスト、泥棒、テロリスト。ちょっと情報量多いね。黙ってもらって、一気見たち。これは正しい流れなのか。ここで喧嘩してる場合じゃありません。17時までに局に戻れないとオンエアの準備が間に合わないのに。これじゃあ今晩のニュースターミナルは。え、まだ何も用意してないってこと？ニュースターミナル用のあの情報というかニュースを。あー、タイムストップ、これはどうすればいいんだろうな。ヒント、只野を車から降ろそうとしたとき、検問していたある人物が倉本に電話をかけようとしていた。検問をしていた人物が、ん？どういうことだ？警察を変えればいいのか。ここではないよね。刑事編を変えればいいのか、詐欺師編か。なんか急に難しくなった。でも検問していた人物っていうぐらいだから神谷編でいいと思うんだけどな。 SP の男たち、これこっから先進める？タイムストップかかってたらタイムストップって出るよね。 SP の男たち、指示は聞いてるな。この男は SP だ。あー、でもあれ違うな。どこだ、詐欺師編か。検問、ちょっとヒント見ていい？もう一回。只野を車から降ろそうとしていたとき、検問をしていたある人物が倉本に、検問をしていたある人物が倉本に電話をかけようとしていた。検問？え、ひなちゃんは今何もできないよね。詐欺師編か？検問をしていたある人間。詐欺師編ちょっとやってみるか。俺に職務質問、こっか。詐欺師編、俺に職務質問。まだ一回もやってないもんね、そういえば。詐欺師編は確か実験に必要なデータは研究室に置いたままだ。シリンダーラボへ向かう前に取りに行かなければ。無駄にできる時間は1秒もない。にしてもパンクのせいで尻が痛い。パンクしたチャリってマジで終わってるぐらい漕ぎにくいもんね。検問、こいつは迂回した方がいいな。ちょっといいか。警官？まさか逮捕される？野中さんだよね、多分。思い当たる節は。
あるだろ。ありすぎてわからん。今テロの特別警戒中でね。ちょっと身分証明書を見せてくれる。ただの職質か。ちこっちは急いでるってのに、まあ、パンクしたチャリ乗ってるおっさんちょっと不審だよ。免許証だ。さっさと確認しろ。まあまあ慌てなさんな。これをどうすればいいんだ。あんた白衣着てるけど何屋さん。この天才を捕まえて何屋さんはないだろう。無視して先を急ぎたいところだが、すまんが急用がある。天才物理学者だ。見ての通りテレ屋さんだ。天才物理学者かな。震度95、38歳、量子力学が専門の天才物理学者だ。俺と2つしか変わらないのかよ。面倒だが答えてやろう。下手に目をつけられても厄介だ。震度博士と呼べ。以上、俺は行かせてもらう。すまんが、あんたに巫女って娘はいるか。まさかあいつ何か事件でも。いやいや、事件ってほどじゃないんだが。野中という刑事は言葉を慎重に選びながらこんな話をした。数時間ほど前、面識もない新藤美琴と名乗る高校生が自分の携帯に電話をしてきた。最初は単なるいたずら電話だと思っていたようだ。だが美琴の話には警察外の人間では知り得ないはずの内部情報も含まれていたらしい。正直俺もどうしたものかわからん。お宅の美琴さんがどうやって警察の内部情報を仕入れたのか、何か家庭で心当たりは。なるほど。あいつのどれかが、あいつのどれかがこの刑事を使って状況を動かそうとしているに違いない。あいつのどれか。しかし下手な手を打つもんだ。面識のない相手にいきなり電話したところで信じてもらえるわけがないだろうに。え、時間は惜しいが仕方ない。ここは俺が一肌脱ぐか。刑事さん、ちょっと耳貸してくれ。あいつのどれか。ま、信じる信じないはあんたの自由だ。そんな話あるわけが。だが確かにこの状況は。じゃあそういうことで、俺は急いでるんだ。うん、まあ、これでよかったんだよね。これでひなちゃんが進めれるってわけだ。はあ、はあははあ、取材者の中で喧嘩です。これちょっとずつ難しくなってきてるね。どこ行けばいいのかがどんどんわからなくなって感じかな。さっきのでかいやつ、お前を狙ってたぞ。はい。なんでお前を狙う。私には狙われる覚えなんて。なんか特ダネの匂いがするぜ。こいつは結局降ろされるのか。あ、お前もういいだろう。車から降りろ。普通にあれか。お前に特ダネなんて。ちょっとスキップするよ。お、変わったかな。倉本か。いいネタがある。野中さん、いつもすみません。ただしこのネタはお前の社の伏見ひなにしか教えられない。なんとかそいつと話ができないか。伏見ひななら今俺の隣にいますよ。え、知り合いの刑事がお前をご指名だ。もしもし。ある人間から君に情報を提供するように言われた。うん、はい。その野中さんという刑事の話は驚くべきものでした。警察の ESS の中にテロリストの内通者がいるというのです。そしてその内通者とテロリストがこれから密会するらしいのです。野中さんは私に密会の場所と時間を教えてくれました。真実を報道してくれ。それで助けたい男がいるんだ。助けたい方。ああ、神谷のことかな。ですか。俺の同僚だ。私の取材でその方が助かるのなら精一杯頑張らせていただきます。頼む。野中さん優しいな。だいぶ信用を置けない男だと思うけどね。神谷、刑事編家族になった日。本日午後に予定されていた衆院予算委員会の集中審議ですが、開始30分前になって延期と発表されました。うん。高山予算委員長は延期の理由として首相の健康上の問題としましたが、詳しい言及を避けており、野党のみならず与党内からも首相の国会軽視に他ならないと反発が強まっています。誘拐されたからだよね、きっと。続いてテレビ5バス突入事件に関する続報です。本日15時頃、テレビ5本社ビルにバスが突入した事件で、警視庁は現職刑事が関与している可能性を示唆し、逃走中の犯人逮捕のため都内全域に緊急配備を発令しました。それではここで CM です。都内全域に緊急配備か。
どうやら完全に指名手配犯になってしまったな。果たして警察の手から逃げ切れるだろうか。お、誰の車？いかん、弱気になってはダメだ。ハルミとヨーダを取り戻すためにはサークからの仕事をこなすしかない。だから何が何でも逃げ切る。逃げ切るしか道はないのだ。しかし指示通りに行動してみると、いくつもおかしなことがあるのに気づく。ああ、SP から渡された車か。沢木は一つ仕事をしてもらうと指示してきた。とは言っても実際にやっていることは奴らの用意した車で指定場所に向かっているだけだ。一体仕事とは何のことなのか。指定場所について何かをやらされるんだろうか。いや、今はそんなことを考えている場合ではない。ハルミとヨータを助けることだけに集中するんだ。そうだ、助ける。絶対に助けるんだ。三岡、俺は命を捨てでも二人を守ってみせる。だからお前も二人のことを守ってやってくれ。三岡さんは、何者なんだ？なんだ？はるみと、ヨータを頼む。バカ野郎、何言ってんだ。そういうことか。おい、みそか。もともとこの人の奥さんと子供だったのか。俺は三岡の葬式で晴美とヨータに初めて会った。すいません奥さん、俺が一緒にいながら。壮絶な人生だね、晴美さんとヨータは。俺は晴美に深々と頭を下げた。晴美はただ静かに黙って首を横に振った。小学校1年生のヨータの方は涙でぐじゃぐじゃに濡れていた。それでも歯を食いしばって泣き出すのを必死にこらえている。俺は晴美とヨータを頼むという三岡の言葉を思い出した。この家族の力にならなければならない。三岡の代わりに守ってやらなければならない。それでこういうことか。俺は二人のためにできる限り時間を割いた。でもこの晴美さんとしてはそんな、なんか同僚を好きになるとかできるのかな。亡くなった旦那の同僚を。刑事の仕事は忙しかったが、なるべく二人と一緒にいられるようにした。二人に寂しい思いをさせたら天国にいる三岡に叱られてしまう。責任感すごいな。俺はいつも自分にそう言い聞かせてきた。三岡のために、三岡の最後の言葉に応えるために。それ以上の気持ちなど俺には微塵もなかった。でもしっかり肩抱いてんじゃん。何言ってんだこいつ。なかったはずだった。しかし共に時間を過ごしていくうちに、俺の心に変化が生まれていった。俺はいつの間にか晴美に惹かれていた。ああ、よかったよかったよかった。そうだよね。多分お互いそうじゃないと、ああはならんよね。そして、ヨータと一緒にいると自分の不正が目覚めていくような感じがした。晴美とヨータと出会ってから3年が経った頃だ。晴美、結婚しない。なるほどね。ありがとう。でも、幸せになれるかな。なれるさ。俺が絶対に幸せにしてみせる。ハルミの目にうっすらと涙が浮かんだ。この場面に行くわけだ。ヨータ。窓の外からヨータが顔を出す。ヨータは神谷に向かって V サインをして笑った。それを見て神谷とハルミも笑った。あ、もう、あんたが父ちゃんなら大歓迎だぜってことかな。もうすぐお前に弟ができる。あら。あらま。俺とハルミの間に子供が生まれることを伝えると、一瞬ヨータは複雑そうな表情を見せた。多感な年頃に差し掛かってるだけに、俺はあえて真正面から話をした。お前もこれから生まれてくる子も父さんにとっては大事な息子だ。何にも違いはない。それはわかるだろう。うん。ヨータ、弟や母さんを守れるような強い男になってくれ。それが父さんの願いだ。まっすぐだね。わ、うん、かった。ヨータは小さく笑って答えた。納得して笑ったのかどうかはわからなかった。しかし、すぐに気持ちに折り合いをつける必要もないと思った。俺たちはこれから長い時間を一緒に過ごす家族なのだ。心にわだかまりがあったとしても、ゆっくり時間をかけて解きほぐせばいい。あの時はそう思っていた。ハルミとヨータが誘拐されるなど夢にも思っていなかったからだ。普通思わないよね。
崎どこだ、どこにいる。ん、なんだ、トランク、トランクに何かが。これまた罠にはめられてんじゃないの。なんだ、見せろーい、見せんかい。次誰だ。キャスター編、決死の潜入取材です。おい伏見、相手はテロリストだ。あ、ここなんだ。了解です。これは特ダネだね。あ、沢木とあれか、あの本間くんか、あれはさっきの男。あいつがテロリストだとしたら、もう一人が ESS の内通者か。ここまで来た以上、慎重に進めるべきだ。確かにあの国も黙っていないだろう。あの国、すでに工作員が潜伏しているという情報もある。警戒するに越したことはない。くそ、この位置からじゃ見えない。どうしましょう、スクープのチャンスなのに。このままでは。いや、音声だけで十分で、正面から映像を抑えるべきです。歩前進で敵、いやまあ音声だけで十分でいいと思うけどね。音声だけで十分です。スクープに変わりはありません。無茶をしてせっかくのチャンスを不意にするわけにはいきません。たく、もう少しこっち向けって。この後に及んでこそこそ盗み取りに。ガイアは黙ってろ。でもさ、ついてきてんだな。そうやって盗み取りした素材を切り張りして、でっち上げ同然の報道するんでしょ。うるせえな、こいつ帰れよ。マスコミ様が聞いて呆れるよ。そんな報道のどこが真実を伝えてるっていうのさ。これ真実であることってそんなに大事かなって思っちゃうけどね。真実を伝える、そうです、私のやりたかったことは。でしたら正面から行きましょう。え、 ESS の方がテロリストと接触するなんて、黙って見過ごすわけにはいきません。撃たれるよ、バカ。はっ、やるじゃん。テレビ5の伏見です。国民の皆さんにきっちりと説明をお願いします。殺されるぞ。自分から死にに来たのか。そりゃそうなのはな。ジャーナリストは、ジャーナリストは真実のためなら死ぬことなんか恐れません。やめておけ、ジャーナリストね。銃ちっちゃ。何がおかしいんですか。いいだろう、質問に答えてやる。ただし一つだけだ。一つ答えてくれるんだ。質問できるのは一つだけ。よく考えて質問を決めないと。よし、一つならこれです。俺が選ぶんかい。あなたのも、あなたたちの目的は、あなたたちの黒幕は誰ですか。あな、あなたたちの目的は、いや、黒幕は誰ですか。あなたたちの背後にいる黒幕は何者なんですか。それは言うことはできない。できないんかい。教えてやろう。俺たちの目的はシリンダーラボに入ることだ。はあはあはあ。そのための交渉を政府と行ってきた。シリンダーラボ、あそこに入ってどうするつもりなんでしょう。その要求が飲めないのなら、こちらも行動に出る。行動に出るとはどういう意味ですか。質問は終わりだ。ビデオテープの回収はいいのか。さっき連絡があった。もうあれは必要ない。シリンダーラボに入ってあなたたちは何をするつもりなんですか。行っちゃった。テロリストの独占インタビューだ。ひなさん、こいつは大スクープだぜ。はい。この曲も気になるわ。ルーキーフォーじゃなくて。さん、私やりました。この大バカ野郎。叩いちゃダメだよ、女性だよ。これが男なら顔の形がなくなってるところだ。おい、それは殺害だよ。どうしてでしょうか。ちゃんと理由を話してください。理由だと、お前に話しても分かるもんか。まあでもちょっと危ない橋渡りすぎたね、今回は。怒るよそりゃ。詐欺師編、俺の美人助手。あ、え、もしかして青い人かな。違うかった。あ、博士、美人助手。おかえりなさい。実験の準備は完了しました。篠原君、予定変更だ。これから死んだラボに行く。え、またモノクマが飾ってある。
当初俺は研究室で低温レーザーを使用した重力波検出実験を行う予定だった。どうせ読んでもわかんないから飛ばすね。しかしある理由からシンダーラボに行かなければならなくなった。理由なら後で説明する。はい、わかりました。それはそうと、ミコトさんに会えましたか？え？ミコトさんが博士と会うと言ってパトカーのサイレンを持ってきましたけど。ああ、会いましたよ、会いました。そうか、そのミコトね。ミコトさんに何かありましたか？何よ急に。博士はポーカーフェイスを気取っていますけど、心配事があると瞬きがいつもより多くなるんです。これは有能助手。シリンダーラボに行くにしても篠原くんのサポートが絶対に必要だ。しかし隠し事をしていたらクソ真面目な彼女は言うことを聞かないだろう。俺は仕方なく見事の人質の件を話した。だったら早く何とかしてお金を作らないと。一応心配はしてるんだな。俺はシリンダーラボに行かなければならないんだ。どうしてですか？俺が行かないと世界が終わってしまうからな。お父さん、お願いがあるの。何が起きたとしても実験を優先して。長い間お世話になりました、うん、え、娘を見捨てるような野郎に用はねえってか。今日でここを辞めさせていただきます。ちょっと待ちたまえ、待ちたまえ篠原君。博士の飽くなき探求心は尊敬に値します。でも美琴さんを見殺しにするというなら、私は博士の助手を務めることはできません。普段はクールなくせに時に君は情に流される。すみません。しかし俺のような男には君のような人間が必要なんだ。それじゃあ、ミコトのタイムリミットは午後5時だ。シリンダーラボにはそれから行っても間に合う。ああ、なんか間に合うんじゃねえか。3000万円を集める当てはあるんですか？まあ確かに大金だな。あと40分ぐらいしかないでしょ。使ってください。500万円入っています。ああ、それは君の貯金だろう。いいんです、結婚資金のために貯めていたものですから。そんな大事な金を使わせるわけにはいかん。いえ、博士のために使うのなら本望です。確かに今は金が必要だ。だがおいそれで受け取るにはこの金は重すぎる。重すぎるね。せめて用途を聞きたくなかったね。そもそも俺には受け取らずとも金を作る当てがあるのだ。頼むで。え、あ、でもこいつあれか、未来が見えるんだもんね。競馬とか行けばいいんじゃないの。篠原君を傷つけないようどう答えるべきだろうか。気持ちだけもらっておこう。こんな大切なお金は受け取れない。この金で愛のハネムーンだ。やめなさい。何言ってるんだ篠原君。君は俺を情けない男にしたいのか。大切な女子がコツコツと貯めた結婚資金に手を出せば、その瞬間に俺は解消なしのキングオブダメ男だ。ああ、飛ばしちゃった。ダメ男なんかではありません。ならば通帳はしまっておきたまえ。大丈夫だ、金なら当てがある。キングオブダメ男見たかったな。え、どうせギャンブルでしょ。情報と知識ではなく今は直感に頼るのだ。今日の俺は心の赴くままに行動する必要がある。暗闇の中で平気な夜を歩くとしたら、邪心を一切捨てきらなければならない。目ではなく心で歩くのだ。だからこれでいい、これでいいはずだ。何の問題もない。本当かな、不安でしかないけどね。ちょっと今忙しいんですよ。バス突っ込んだの見たでしょ先輩。先輩じゃない、博士と呼べ。テリーファイル博士、話は簡単にお願いします。わかった、金を貸せ。は？あ、なんだ、てっきりギャンブルでもすんのかと思ったのに。進藤が車に向かった先はテレビ5だった。報道部のプロデューサーに大学時代の後輩がいる高井戸がいたからだ。同じ大学のよしみでもう随分と貸したじゃないですか。同じ大学のよしみなだけで。ここに売るぞ。売るって何よ。テレビ5はトリプル E と関係があるだろう。ねえ、トリプル E にはお世話になってます。俺は今トリプル E の社長に恐喝されている。そのことをマスコミに売ればどうなると思う？いやいやいや、ちょっと待ってください。何このカメラアングル。金を貸せ。俺は助かるけど。それで黙っててやる。いくら必要なんですか？とりあえず3000万。そんな金ポンと出せるわけないでしょう。取材費として払って。いいでしょ？はい、もしもし。お金はあるんでしょ？ああ、映像ならチェックした。沢木って ESS がテロリストと関わっている。まあいいんじゃない。今日のバスジャックと合わせてタイムリーだしな。ESS の沢木だと？確かそいつは昔マルボーにいたはずだ。マルボー。
暴力団対策を担当する警察内の組織や刑事のことを指す。丸棒にいた頃のサーキは切れた狼と呼ばれ、危ねえな、暴力団から恐れられていた。あまりに過激な捜査方法を取るので警察内でもどっちが暴力団か分からないと言われていたほど。まあでもそれぐらいの気概がないと務まらないだろうね、丸棒は。炎上から聞いたことがある。あとは休んでていいよ。 ESS とテロリスト、とんでもないスクープじゃないか。え？いやいやいや、こんな裏も取れてないヤバいネタは流せませんよ。そんなものなのか。ええ、完全にボツですね。あ、ボツなんだ。頑張ったのに。待ってください。3000万円は無理ですけど、少しぐらい工面するようにしますんで。ああ、すまないな。え、もう時間くるくない？こいつはチャンス到来だ。え？金を借りなくてもなんとかなるかもしれん。篠原君、メモリーカードは持ってるか？あ、はい、持ってますけど。よろしい。では篠原君、色気の準備だ。色気の準備。色気の準備って、もう何ですか？十分ですよね。巫女の命は君のセクシービームにかかっている。セクシービーム見れてよかった。色っぽい視線や肉体から分泌されるフェロモンをビームのように打ち出す行為を言う。撃たれた男性が脳殺されるかは撃った人の魅力次第。言葉としては2000年代にモーニング娘。の歌詞に登場し一般に広まったが、2031年現在すでに死後になって久しい。やめたれやモームスが悪いみたいな感じになってんじゃん。これモームスが怪我しただけやん。お前は何を失った。箱の中の鳥って書いてあったな今。高校生編、同情なんかじゃなくて。俺はあっちだから。じゃあ5時に弟たちの面倒を見てからすぐに戻るよ。やっぱこういう系って面白いよな。どうなるんだろうがずっと続くもんね。少し前のことだ。この路地の先で周一郎と偶然会った。周一郎無関係じゃないと思うよ。え、お前の家この辺りじゃないだろう。なんかやってるよこいつ。ユーリが不思議そうに聞くと、周一郎は観念したように答えた。不景気のため父親の会社が倒産し、このアパートに引っ越すことになったのだという。ああそうなんだ。普通にこの辺に住んでんだ。周一郎の父親は大手家電メーカーに勤めていた。しかし長く続く不景気の影響で業績が悪化し倒産。周一郎の父親も職を失うこととなった。引っ越したことは担任の先生にしか話してないんだ。ずっと立派なマンションに住んでいただけに、人に言えないような複雑な感情があるんだろう。ああでもその落差はきついかもね。どんな目にあったとしても、俺は自分の力で克服してみせる。誰にも同情されたくないから。分かった、俺は何も見なかったことにする。悪いな。でも本当に困ったことがあったら何でも言ってくれ。これは同情で言ってるんじゃないぞ。同情じゃないなら何なんだ。それは友情かな。友情って言え。周一郎から引っ越しの話を聞いたとき、俺の中で2つの感情が湧いてきた。一つは嬉しかったということ。どういうこと。隠していた胸の内を明かしてくれたことで、周一郎がさらに身近な存在になったような気がした。ああそういうことね。もう一つが羨ましいということ。絶対言うなよ。秘密を話すことで周一郎の悩みは多少消化できたはずだ。でも俺にはそれができない。なんか抱えてるってことか。心の奥に隠しているものは科学部の仲間にさえ明かす気がなかった。巫女のことが好きとかかな。なぜなら俺の悩みは誰とも共有できないし、永遠に解決しないものだから。はあ。え、お前何を抱えてるんだ。いらっしゃいませ。5レベル。頼まれていたのは何だっけ。間違えたら巫女に怒られるぞ。覚えてねえよ。確か電池とビニールテープと、あと、なんとかケーキとか言ってた気がするけど、ケーキ食いたいって言ってたね。俺が選べってか？シフォンケーキじゃなかったっけ？シフォンケーキだったと思う。もっちり生地のこだわりシフォンケーキ。いいな。絹のような食感からもその名がついたケーキの一種。もっちり生地のこだわりシフォンケーキは、軽さが売りのシフォンケーキに真逆の発想を取り入れた話題のスイーツである。ちょっと自信はないが、これで多分合っているはずだ。3点、お買い上げで1480円に。ナパ、ナパ頑張ってるな。
俺はナパを応援しているよ。宇宙エレベーターでっか。フランス語のメール？あらテンションで M ユリフカセユーリフカセプロフェッサーアウラグレンディオジョエロペンエポーデリトルステラニティムデペラ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 ミコトユニバーサイトペイトン。このペラ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 ってあのセルンだよな。セルン、欧州原子核研究機構のこと。セルンってあのセルンと同じセルンなんですか。わかんないけど、あのシュタインズゲートのセルンと。世界最大級の素粒子物理学の研究機関であり、世界最大の、衝突型円形加速器である LHC 大型ハドロン衝突型加速器を運用している。はい。何か URL があるな。クリックしてみるか。安易に踏まない方がいいと思うけど。ウイルスかもしんないよ。テート大学 Not found。 あれ？おかしいな。どういうことだ。なんだ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 。え、やっぱウイルスはこれ。なんだこれ。英語で書かれた論文？ April 28, 2049年4月28日。18年後の今日じゃないか。あ、今日4月28日なんだ。自動翻訳ツールで変化してみよう。物質と情報の時間跳躍に関する考察。明確な定義はないが、何らかの理由で過去もしくは未来に跳躍する現象のこと。時間の交流に大きな乱れが生じても人はそれを実感することができない。2013年4月28日のデータからそのことがわかる。シリンダーラボを中心に重力異常が検知され、重力異常、宇宙物理学などでは現在の理論で予測される数値と実際に観測された重力の数値に差が見られること。この世界の2013年4月28日では世界中の重力波計測を行っている研究機関が異常な数値を検出したが、その原因は不明とされている。はあ、わかんねえや。2013年4月28日？それってロストホールが起こった日のことじゃないか。何なんだろうこの論文は。まさか巫女のいたずら。確かに巫女ならここまで手が込んだこともやりそうだけど。そろそろ待ち合わせの時間か。まあ会った時に聞いてみよう。ゲラゲラと笑われてそれで終わりかもしれないし。じゃあシリンダーラボに行くとするか。巫女は10分前ぐらいに行かないとうるさいからな。自分は遅れてくるタイプだ絶対。これどこを通ってんのさっきから。あら、ん？停電？あれ電気が怖っ。トンネルで電気消えんの怖くない？え、怖っ。突然のホラーゲーム。だるまさんが転んだじゃん。近づくな近づくな。シリンダーラボにかな。こいつらドクロの怪人なのか。あ、ブリングシネマイベント来な。何だってやってやるぜ。タイミングよくボタン押す以外ならな。攻撃をかわせ。エルスティックを。おい、エルスティックとかも来るんだな。はい、次は何だい。マローターン。はい、これよりはるかに短いタイミングで入力操作しなきゃいけないゲームやってんだよこっちは。竜が如くとか竜が如くとか竜が如くとかな。近づくな、近づいたら殺す。やってみろよ。何だよ。シリンダーラボいいんでしょ。大切なものに近づくな。大切なものに。電気は戻った。大切なものに近づくな。なんだ大切なもの。大切なもの、何のことだよ。
グッド。ありがとうございます。